ネステライバでございます、嘘でございます。まあ、本当にこの鬼滅の刃というのが大変なヒットをしておりまして、今日のお客様の中に関係者の方がいらっしゃったら手を挙げなくてもいいですので、多分いないんでしょう、顔みたいなのがありますね。ですから今日は皆さんは一つ、全集中で最後までご覧っていただければと存じます。よろしくお願いいたします。まあ、この早人スタイルなんていうのは昔からありますけども、この人間だけではなくて神様、仏様にもあるんですね。まあ、最近では妖怪の甘みえなんていうのが流行っていますけど、私には甘えみの方がご利益になると思いますね。欲しいですし、まあ、しかし神様といってもあまりありがたくない神様もあります。薬病神、貧乏神、暴走神、死神なんていうのはどうも人から歓迎されません。偽りのあるようなりけり神奈月、貧乏神は美容も、離れずなんて教科がありますが、何してんだよ、入ったらいいじゃないの、何そんなとこぼんじゃ突っ立ってんだよ、棒を飲み込んだ化け物みたいに、お入りよこっち、入れって言わないんだって、てめえのしてから入らなくてしょうがないや、ぐらいいよ、金はできたのかい、誰か、いくらできたの、なぜこんなことしてるの、水できない、えできないんだよ、できないって、まるっきりできないのか、あ、違う、まるっきりできないって、わずかな金じゃないか、そんなこと言ったらダメなんだよ、俺が家って行くともう向こうで金を借りに来たって知ってやがんだよ、顔見るのに、ああ、金ならダメだよ、ダメだよって言うんだよ、断ってんだよ、先に、あっちの方がずっと偉いんだね、分かってんだよ、で、金ができないんで、帰ってきたのか、帰ってきたのか言ったって、他に行くとこねえから、ゲリラはな、まあ、なんて言ったらいいんだろうね、男なんだろ、それで、男か女か、夫婦だから覚えがあるから、バカ、なんだよ、確かばかりのお金三段に行ってできないからって嘘もやりして帰ってきてやる、豆腐の角に頭をぶつけて死んでおしまい、ええこと言うね、なんぼなんでも豆腐の角に頭をぶつけて死ねるよ、お前みたいな意地なしいくらでもいいからお金こさえておいで、そんなにうちにいない出て出てくる、なんて強いかかだね、あんな強いかかってのは見たことないね、白鵬と小池百合子が合体してみて豆腐の角に頭をぶつけて死んでおしまい、シャッサーお前本当にぶつけてやられてしまい、豆腐が何丁だってやられてしまい、冗談じゃねえやったけ、かかんなぎゃ言われる、どこ行ったって金は貸してやくれねえ、人間銭のねえのは首のねえにも劣るって言うが、首がねえんじゃ死んだも当然だな、なんだか生きてるのが嫌になっちゃったな、死のうかな、そうしよう、死んじまおう、どうやって死のうかな、この川に身を投げようかしら、うん、身を投げるんだよ、やだよ、七つの時に井戸で起こったことがあるんだよ、ガバ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 水飲んであんな苦しい思いするべえなら生きてる方がいいや、楽に死ねねえかな、すーっと苦しまずに死ねるような、おー死んだね、そう、首くくろう、これなら余罪にわかんないしな、だけど首なんかくくったことにいいしな、初めてやるんだからどうやったらいいのかな、教えてやろう、だけど、なんか言えよ、誰がいないの、誰か言うのか、俺だよ、木の陰からスーッと出てきたのを見る、年はもう80以上にもなろうかという頭に白い薄い毛がぼやっと生え、ネズミ色の着物の前をほどけて、あばら骨は一本一本数えられるように痩せっこけ、わら草履を履き、竹の杖をついたじいさん。教えてやる。なんだ、あ死神だよ。ああ、いいよ。俺はここに来たら気にしていたんだったね。俺は今まで死にたいなんて考えたことは一遍もねえね、てめえのせいだ、そっち、そうじゃけんね、
何か相談なんかねえや。おい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 、町で逃げようったって無駄な話だ。おめえはその二本の足で歩いてみる。俺はふわっと風に乗って飛ぶんだから逃げられっかね。怖がることはねえ。いろいろ話もあるから、こっちへ来いって。やだよ、なんだよ、畜生。え、相談があるとか、話があるとか、死神と相談の人はしょうがないじゃないか。そう、死神とジャケンで言うなよ。お前と俺とは昔から古い因縁があるし、まあ、そんなことはお前に言ったとわからしねえよ。おめえ、だいぶ困った。俺がいい金儲けを教えてやるから、どうだ、やってみねえか。いいよ、いいや。え、どうせ死神の下請けでもさせようってんだろ。若いや、死神の下請けなんて商売なんだ。わかることはねえよ。人間というのはいくら死にたいと言っても、寿命というものがあって、時期が来なければ死ねるもんじゃねえ。いくら生きたいと言っても寿命が尽きりゃそれっきり。おめえにはまだまだ長い寿命があるから安心しな。俺、医者になる。え？儲かるぞ。ねえ、医者になるったって、脈の取り方を知らなきゃ医者なんかできっこねえじゃねえ。脈なんてどうでもいいんだ。お前が病気を治したと言えば、それがあるから医者で通る。俺がお前にだけは死神が見えるようにちゃんとしてやったんだ。長患いをしている病人の部屋に行って、足元か枕元かどっちかに必ず一人は死神がついている。足元に座っている死神ならそれは剥がせる。死神を剥がせば病気は嘘をついたようにキュルッと治る。枕元にも座り込んでるのはダメだよ。それはもう寿命が尽きてるんだから、手をつけるととんでもねえことになる。いいか、決して枕元にいるのには手を出すんじゃねえぞ。足元にいれば今言う通り俺を剥がす。剥がすって どうすんだよ。呪文を唱える。死神はどうしても離れて消えなくちゃならねえ。教えてやる。こんなことは決して人に喋るんじゃねえぞ。いいか、大丈夫だ、大丈夫だ、喋んないよ。え、どうすんだよ。よく聞くね。あじゃらか木蓮倍返し、テケリッツのパーと唱えて、手をポンポンと出す叩くと、どんな死神でも離れて消えがなくちゃならねえことになってる。離れれば、今言う通り、病気は嘘をついたように蹴ると治る。医者だ、やってみよう。なるほどね。え、なんだ、もう一遍。え、あじゃらか木蓮倍返し、テケレッツのパーで手をポンポンと出す。しがみさん、どこ行ったの？いなくなっちゃった。そうか、自分のことならためで帰っちゃったのか。嬉しいことを教えてもらった。よし、やってみよう。そう言って家に帰ってきて、看板にする意図なんかないから、古いかまぼこ板に石屋とおぼつかないって書いて、表に引っ掛けると20分もたかないうちに、ごめんくださいまし。え、ごめんくださいまし。え、誰、なんか用ですか。こちらはお医者様でいらっしゃいますか。いや、医者。そうだそうだ、忘れてた忘れてた。ええ、医者なんですよ。ええ、何ですか。手前どもは日本橋の越前屋四郎兵衛という相撲の手代でございます。実は主人が長病で、いろいろな先生方に見ていただきましたが、どうも思わしくないというので、当たると評判の駅舎に占ってもらいましたところ、達人の角に当たり、一番最初に目についた看板のある先生をお願いすれば病気は必ず治ると言われまして、それでこちらにお願いにあった次第でございます。ああ、そうですか。え、わかりました。で、行きましょう。ね、行きましょう。いえ、先生にお取り次ぎを。え、取り次がなかった。え、
私先生なんですよ。私医者なんです、大丈夫、行きましょう。何か大丈夫なんだか、もうにも小汚いなりをしてとんでもないものに頼んだなと思ったが、仕方ないから棚に作る。これが大層な大きな棚で、この話をしますと、薬さえ飲ませなければ間違いもないが、見るだけならいいだろうって言って案内をされ、やっこさんもおっかなびっくり、病人の寝る奥の間に行ってみると、いい塩梅に死神が足元に座っている。しまった、なんでございます。いえ、今何か閉めたとおっしゃいましたが、足がね、この部屋に入ってね、後を閉めたと言ってね、なんですが、こちらがご主人、もう随分長い長病でございます。あ、長病ね。あ、長病ってのは大変だな。長病ってのぐらいのことだからね。今までいろいろな先生に見ていただきましたが、お見立ては皆どうもよろしくなく。もうどういう先生に見せました？一番最初は青森秀天先生にご診察願いました。あ、青森秀天先生。どういうお見立てで？この病人はもう先がないと言われまして。秀天先生だからね。他には、それから甘井陽寛先生、北野寛風先生、三塚の銀南先生なども皆お答えは一つで、これはもういかんという。なりますよ。その直せば、お礼のことがいただける。それはそりゃもうお望みした。いかほどで。ああ、そうですか。じゃあ私はね、医者と間違いの方をやるので、ちょっとお待ちください。あそこから間違いし、だからそれはパンパンパン、死神がスーッと離れると、今まで恨んでいた病人がおいおい、お茶をくれ。なんだか頭からスーッと雲が晴れたような、久々にいい気分になった。なんだか腹が減ったから食いたい。先生、病人は何か食べたいと言っております。あ、そう、じゃあなんか詳しくやったらいい。やはり思いか何かから、天丼でも、天丼、うまもんでも、うまもんでも、食いたいってもう壊してごやんなさい。それではお薬飲む。あ、お薬ね。じゃあうちいらっしゃい。そう言ってうちに連れてきたはいいが、何もありました。台所を見回すと、しなびた大根の葉っぱがあったんで、これをちぎって、むしって細かくして、お前様、はい、お薬、やはりこれは、煎じる薬でございます。そうですよ、煎じて、腕でもね、どっちでもグラグラってやってね、飲んでるから。それはどのように、どのように言ったって、2杯を3杯煎じないんです。この薬は2杯が3杯に増えるのでございます。どうないね。2杯でも3杯でも4杯でもいいから、いい加減にやってごらんなさい。なんだかよくわけがわからない。しかしこれを病人に飲ませると、厚紙を剥がしたようにピロッと治ったものだから、あの先生はお礼だ、名人だと評判が立つ。あっちからはこっちからの引く手あまた。しかも言ってみると、いい塩梅に死神は面倒な足元に座っている。まさか枕元にいるときは、この病人はもう寿命だからお諦めなさいと言って、表に出るか出ないかの間にコロンと言ってしまうので、あの先生は生き神様ではないかと大層な評判。今までは裏金でくすぐってたやつが、立派な邸宅を構え、いい着物を着て、おいしいものを食う。でそうなってくると、小島のやった女房なんかちょっと面白くないもんですから、それと、別宅に若いおつな女なんかを置いて、うちには帰らない。おかみさんはギャーギャー焼き餅を焼く。もうあんなかかなんかいらないからと、金と子供をつけて別れる。ねえ先生、私ね、一度上方見物に行きたいと思ってるんですよ。上方見物、おお、いいね。あ、いや、どうせだから初対を畳んでいこう。これから金に変えて上方に。あるに任せて贅沢三昧で使ったら、うそ、金は使えばなくなりますから、そのうち惚れた女でもないので、いつかしら向こうは姿を隠してしまう。仕方ないので一人ぼんやり江戸に戻り、一歩を構え、俺が戻れば門前一を成すだろうと待ち構えたが、どういうわけか一向に患者が訪れない。医者って今こっちから御用伺いに行って、じゃあいかがですかなんて聞いてやるだけにもいかない。たまさか患者があっても死神はみんな枕元に座っているから、どうにもしょうがない。ある日、麹町5丁目に
伊勢屋伝右衛門というその当時、指折りの財産家でございます、主人の長病でぜひ先生にというお、決めたと乗り込んでみると相変わらず死神はドレーンと枕元に座っている。あ、ダメだ、やっぱりいけねえな、この病人は治せないね、諦めた方がいいよ。そこをなんとか先生に一つお骨折りをいただいて。骨折りったってダメなんだよ、もう寿命をつけた病人なんだから治しようがないんだよ、諦めた方がいいよ。ではいかがでしょう、たとえ半年ほどでもよろしいのでございますが、寿命を伸ばしていただけましたならば5000両まで納礼はいたしますが。え、お金くれてもダメなんだよ、もう治しようがない病人なんだからね。ダメならば、ではいかがでしょう、ご心臓もいろいろとご心配で、たとえ一月二月でもよろしいのでございますが寿命を延ばしていただけましたならば1万両までのお礼はいたすと申しておりますが、いかがなもので。え、いくら？1万？1万でくれる？1万でおめえ欲しいね、1万で。ちょっと考えてみたら、なんとか。病人のね、よし、ね、気の利いた腕っぷしの強い若い衆が寄ってるわけですろうか。何言うの？寄っとるやろ、ね、でね、布団の四隅に一人ずつ座らせる、ね、で、私が合図するから、膝かなんか叩こう、ポンと膝を叩く、それが合図で布団を持ち上げてる、シャッ、急いで回しとくわかる。頭の方が足になって、足の方が頭になる、シャッ、回す。早くやらなきゃいけないよ、一っぺんうるさくなったらそれ聞いたのに。大丈夫、承知いたしました、これから若い者を早速四隅に座らせて様子を見ている。そのうちを夜を吹けてきますと死神の目がように輝いて、病人がうーんうーんという苦しみ、そのうちまた夜を明けて昼近くになりますと死神だってそうそう張り切っていられませんから疲れたと見えてこっくりこっくり眠りを始めた。病人も落ち着いてすやすや寝ている様子、ここだなと思うから目配せをしておいて、ポンと膝を叩く、立ち上げてシャッとどこが変わる、あじめくれ、毎回教えてくれぞ。は死神が驚いたらなる、うおーと飛び上がる。さあ離れると今までの病人がガラッと変わって大変な元気で、ありがとう存じましたと早速金が届きます。で、よくさんも久しぶりだってんで料理屋で一杯飲みの怖い用事がないんで人間ってな、困るな、知恵も出るもんだねいい知恵が出て、あなたがさよって言って、何々じゃできるのかな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 。若野郎、なんであんなバカなことをするんだ。あ、どうしばらく。何がしばらく、てめえ俺を忘れたわけじゃねえか。ああ、忘れましょうか。一番最初にやった。え、そうでしょ。え、さっきは。はい。お腹もね、みんな同じようなんで、ね、ちょっと見間違えちゃって。あなたでしたか。どうも、すみません。すみませんじゃねえよ。あんなことをされたんで、俺は元気になった。あ、そうですか。私はね、金もらいましたからね。それ、いくらか分けるから、それで一つ勘弁よ。そんなことはどうでもいい。もうやっちまったことは仕方がない。俺と一緒に来な。俺と一緒に来い。やだよ、ね。死神が大勢いるとか言って、潰し上げ行かないかにしろってたらね。勘弁してくださいよ。金、半分あげるからさ。ね、それで、行かなくていいでしょ。ね、まあいいんだ。鬼を。ここへ、鬼。ここ行ってもらうんですかね。石段があるさ。やったよ、こんな人が悪いんだから勘弁してくださいよ。いいから、降りろって言うんだ。降りろって言うんだ、こんな暗いところ怖いよね。お分かり。俺もついに捕まって降りてこい。
線で捕まるとドドドドドその引っ張ったらダメ、おお落ちる、あ危ないよ、危なかり、全然もういい、全然これを見る、何ですか、また随分ろうそくがたくさん立ってますね、え何です、これはみんな人の寿命だ、なんか人の寿命はろうそくの火のようだなんて話は聞いたことがありましたが、なるほど、随分長いのや短いのがありますね、あここのところに銅が溜まってひどく暗くなってるのがありますね、そういうのは煩って牢を張って炎がすっと勢いよく立つようになれば病気は治る、ああ病人ですか、これ、ここのところに恐ろしく一生よく燃えてるのがありますね、おめえのせがれだ、やっこですか、これ、やつは長生きなんだな、あ丈夫に燃えてでこの隣に半分ばかしになって威勢よく燃えてるのがありますね、それがお前の元の女房だ、化けりそうですか、これ、ね、あいつもやっぱりまだまだ寿命があるんだな、このところにもうこればっかしになって今にも軽装などもありますね、おめえだよ、えそれがおめえの寿命だよ、ちょっとおじさん今にも消えそうか、消えそう、消えると命がない、死ぬんだ、おじさん初めて会った時にそう言ったら、え怖がるからね、おめえにまだ寿命があるからってそう言ったら、あれ嘘か嘘か、俺は嘘がつかない、おめえの本来の寿命はここにある、半分よりも長く勢いよく燃えている、これがお前の寿命だった、金に目がくらんでお前は寿命を取っ替えたんだ、気の毒に、もうじき死ぬよ、死ぬかったら取っ替えちゃうなんて、だったらもう金いらない、金いらないから返すからね、あ元の通り、取っ替えてくれよ、一度取り替えたものはもうダメだ、そんな不忍者なこと言われてさ、ねお前さんだったら私のことを助けてくれたことがあるじゃないか、頼むよ、新神さん、ねえ、新さん、頼むから取っ替えてくれよ、授業、彼いらないから死んじゃったりしょうがないじゃない、頼む、取っ替えてくれよ、しょもう仕掛けがこれとうまくつないでみない、つなげれば寿命が伸びる、そうですか、どうもありがとうございます、ありがとうございます、早くしろ、消えると命がない、どれだってこんなに短くなっちゃった、どれじゃないか、なぜそんなに震えるんだよ、震えやしないけど体が細かく動くんだからしょうがない、うるうるうるじゃない、体が細かく動くんだからしょうがない、ほら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 、そんなに震えると消えるよ、消えると命がない、早くしろ、早くしないと消えるよ、早くしろ、ほら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 。